新しいチームに来たということで、少し緊張はありましたけど、まあ、でもやっぱり本当今年1年、目指していくサッカーの中で、本当に昇格という目標が明確にあるのでそこに向けて、今日は大事なスタートだったので、まあ、自分のできる限りのことをやろうという、はい、気持ちでした。去年、試合させてもらって、まあ、非常に本当、よく分析されてたなという印象があって、まあ、やっぱり自分たちのやりたいサッカーがやっぱ思うようにできなかったっていう印象がすごい強くあったので、そういったところは、やっぱり守備の、統率だったりとかそういったところがしっかりしているチームだなと思います。大分トリニータから、今年完全移籍で移籍、加入することになりました上福本直人です。ゴールキーパーです。今年1年、明確な目標を達成できるように、貢献できるように、頑張りますので、応援よろしくお願いします。まあ緊張しました。まあ本当に横浜で育ってきたので、まあ、常に、まあ、本当物心ついた頃にやっぱりヴェルディっていうクラブのことを知っていたので、そのユニフォームを着てサッカーをする日が来るっていうのを、まあ、今でもちょっと信じられないような感覚で、まあ、今日もサッカーしてました。まあ、本当にお世辞とか抜きにヴェルディは本当に普通に J1 に行っても全然おかしくないっていうようなイメージが本当に試合しててあるので、まあ、それが実現できるように今年1年間チームの力になれるように頑張りたいと思います。J1 に向けて、自分のできることを全力でやっていくので皆さん一緒に戦いましょう。